くなられましたね、ことかさん。シアーネさんも久しぶりです。元気そうで何よりです。知り合い、ことかさん。はい、私が幼少期の頃、家の家政婦をしてくれていた人です。はい、主様がお仕事の都合上ご不在であることが多かったので、私がことかさんの面倒を見させていただいたのですよ。あの時のことかさんは可愛らしくて、まるで自分に本当の娘ができたかのような夢心地な時間でしたよ。いえ、私としては体の弱い私を育ててくれて本当に感謝しています。いい人なのか。ここまで禍々しい気配を出す人間が。警戒を解いたらダメだ。油断したら死ぬって本能がそう悲鳴を上げてるんだ。私はお邪魔でしたね。お若いお二人のお時間をこれ以上取るのも申し訳ありませんし、私は業務を再開しましょうかね。宗教に入っているのですか？私を救ってくれた宗教なんですよ。どうせならお役に立ちたいと思いましてね。そうなんですか。頑張ってくださいね。ありがとうございます、ことかさん。あなたもぜひお時間があれば。ぜひ、先ほどのパンフレットを。はい。では、ごきげんよう。あ、そうだ、言い忘れてました。あなたの人生、ご愁傷様です。それでは、まさかシアーネさんと久しぶりに会うとは思いませんでした。パトさん、ことかさん、ごめん、今日は、ここで解散しよう。パトさん、ダメだ。今この状況でことかさんを一人になんかしたら。あの、ごめん、ろかを、呼んでくれるか。パトさん、あの、これ、ことかさんは、受けてないよな。あの、心配してくださるのは嬉しいのですが、ろかちゃんを呼ぶほどでは。ろか、緊急事態よ、地球まるまる公園に来て、早く。ごめん、今ろかを呼んだから悪いけど、ろかと一緒に帰って。せっかさん、この子は悪くない、これが普通なんだ。明日またここで同じ時間、またパトは来ると思うわ。だからことかさんもまた来てほしいです。何かあったのですか？そうね、正直、あまりいい出来事ではなかったわね。でもそれはこっちの話、ことかさんは絶対に首を突っ込んではいけない。はい。到着したろかちゃんまでのがいきなり険しい顔に。シアーネさんがパトさんに何かしたんだ。でも一体何を？遅くなりました、ことかさん、ろかと一緒に家に。そして今日、明日はろかにことかさんの家に泊まるように言っています。どうか一緒にいてください。泊まり、そこまで危険なんですか？私は大丈夫だよ。行こう、ことかさん。パトさん、また明日。パト、調子はどう？精神が蝕まれるようだ。それに見られた瞬間、一瞬死を感じた。パトはオーブの力で状態異常は効かないはずなのに。これは重度の精神病を引き起こすものだ。それに加え、瞬間的に死を強制的に体感させられる。でもそれだけでしょ。プラシーボ効果って知ってるか、せっか。思い込みによって本当にそうなること、だよね。ああ、人は思い込みだけで無傷でも死ぬ。これはその、人恐怖を思い込ませる、という一度受けたら解除不可能な。そんな代物だ。パト、ちょっとごめん。どう？少しはマシになった？ああ、流れ込んでくるものがなくなった。これなら時間が経てば、なんとか落ち着くよ。それでもかなり後遺症が残る。浴び続けると廃人、もしくは死、危険な能力だ。今、ソフィアにはカナを呼ばせに行ってるわ。とりあえずそれまでパトもここで休憩して、私も一緒にいるから。まったく、ソフィアはまだしもせっかちゃんまでサボるなんて。せっか様もお年頃だから、遊びたいんだよ。きっと。私とハクも同じ年なんですけどね。そうだね、でもずっとせっか様は、復興とか狩猟くらいで、恋人同士のデートみたいなこと、体験してないから、ちょっと仕方ないのかなって。それはそうですけど、それを言ったら私だってデートしたいですし、ハクもしたいでしょ。うん、でも私は、パト君とせっか様が第一だから、あなたももっと積極的になりなさい。ご主人はハクもちゃんと愛してくれてますよ。わかってる、でも、恥ずかしくて、一年経ってもこの子は変わりませんね。彼女、二人で暇そうだね。そんなに可愛いのに女二人じゃ味気ないでしょ。俺と一緒に近くのカフェでもどう？異性が入れば少しは話も盛り上がるってもんだぜ。ハク、何止まってるの？何かいるの？マリアさん、存在限定。ちょっとちょっと、それは冷たすぎない？せめて話すだけでも。ほら、行きましょう。私たちにはかっこいい男性のご主人がいますからね。ハクまで限定なんだぜ。
それでですね、ご主人ったら恥ずかしそうに私を見てってすごく可愛いんですよ。さっきから全力でのろけ話。いや、もともとのろけ話多かったけど今回はなかなか。ねえねえ、それくらいで俺が引っ下がると思ってる。俺が今の男忘れさせてやるぜ。女には慣れていた。俺に身を委ねてくれたら。後ろの後ろでずっとついてくるし、話す内容も出て渡して気持ち悪い。はぁ、脳内を花畑の継続で底辺で愚か者な男を部屋に入れるのも嫌でしたが、せめてその風土を取ったら、自身の悪相に劣等感を抱いてるなら別に構わないけど。さあ、いつも以上に言葉のトゲが、これはかなり怒ってますね。おっと、失礼、着慣れてたものだからすっかり忘れてた。俺の名前はキリノウカ、リクラ。かなーりーかしてんっしょ。バラ悪そう。この臭い顔。カー美人は手厳しいなー。でも俺、ナンパで負けたことないから。アクシデントか。リクラ、聖書の歴。って、何が負けたことないでしたっけ。あれですか、能力を使って相手の知能を下げてホイホイとついてくるバカ女を作る能力ですか。お前ら、能力者か。メリアちゃん、どうする。こんな人間でもこの国で殺すのは犯罪です。逃げ打ちで仕留めれますか。よい、自分のタクシー切な声優一点。お前、神オーラの使い手か。運悪いのな。俺に神オーラの攻撃は効かねえよ。そう、離れて吐く。オーラを飛ばす技術、能力とは違うから少し単調な攻撃ですけど、鬼属性オーラなら貫通したりするのかしらね。やべえ、こいつら二人とも、高尺クラスの実力者だ。人選をミスった。危機戦、人生にも制覇の世界。ふざけんな、そんな膨大な力を。かわす時間。自治支配、タイムストップ。時間は時を掌握し、空間はその場を全て掌握する。すでにここは私の独壇場、実力以上にどうしようもない現実を目の当たりにするといい。自治支配、次元断空戦。時の断片を壊したら、その壊された断片が現実との誤差で強力なエネルギーが生まれる。そこから生まれるエネルギーを私は支配する。かえ。完了、少々手荒だったけど手加減は下から一応無傷。ちょっとやりすぎちゃったかな。大丈夫ですよ、これには神耐性がありましたから。ハクもそれを見越して時空支配を使ったのでしょう。うん、四季星流は脅しで、本命は脳天に気絶させる程度の衝撃をこの人にぶつけたらよかったから。うん、しっかりコントロールできてたわね。四季星流で使ったオーラも全部自分に戻したのでしょう。うん、それに加えて時空支配で使ったオーラも自然からもらったから、オーラ量は一つも減ってない。さて、行きましょう。数時間は起きないと思いますが、ここにいると面倒です。そういえばメリアちゃんの攻撃、相手を普通に殺そうとしてなかった。生きてて残念です。辛辣。瞬間的に打開を使って正解だった。まともも食らっていれば間違いなく気絶していた。だがそれでも身動きが取れない、とてつもない反動だ。実大会前のナンパは危険度が高い、身をもって知ったぜ。仕事は今日は無理だな。明日今日の残りをこなそう。それでいい。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。